より進化した経済統合を推進する、緊密な共同体を目指すということであります。力強い首脳宣言で11月14日に終了した APEC、 議長国として菅総理はどのような姿勢で議論に臨んだのか。首脳会議開会前日の12日金曜夕方、その進行を担う決意をこう語りました。会議の段取り以上に中身ですよね。この APEC の場合はアジア太平洋地域の、今世界で最も成長している地域ですから、この地域の成長を持続可能な成長、あるいはあまり広がりを持った成長とか、それに向かってのですね、議論を進めていきたいと。今話題になっている TPP も、いわば中に包含される形の位置づけになるものだから、そういったことも合わせて、どうやってより自由化を進めていくかという、そういうところがこの APEC の大きな課題になりますね。これで羽田に着陸されたらもうすぐ横浜直行ですか？羽田に着いたらもうそのまま横浜の明日から始まる APEC の会場のそばのホテルに入って、2、3打ち合わせをやって、また明日の準備です。こうして開かれた今回の首脳会議では、アジア太平洋地域の経済の垣根をさらに低くし、自由貿易圏を構築していこうという横浜ビジョンを各国が確認し合いました。そこに向かういくつかの道筋の一つと位置づけられた TPP に参加をするか否か、最終日の首脳宣言発表直後、会場内で語った総理の思い。 TPP という新しい枠組みについては、非常にこのチャレンジというかですね、この高い目標をそれを実現することによって、大きなこの広がりをですね、持とうという、かなり戦略的な提案になっています。そういう点ではまずはいろいろな条件とか意見を聞く中で、日本に、どういう形が一番適するのか、二国間を積み上げていく方がいいのか、それともそういう地域的なですね、まとまった形での自由化がいいのか、これは今からしっかり前に進みながら考えていきたいと思ってます。この課題について総理が議長国会見でも強調したポイントの一つがこれです。農業の再生と開国の両立をこの基本方針で明確にしたところであります。何としてもこの農業の改革と活性化のための改革と、日本の貿易やあるいは人物金の動きをもっともっと自由にしていく開国を両立させるため、内閣一丸となってその道に向かって頑張りたい。すでに総理は農業の改革本部を早急に立ち上げるよう、加納農水大臣や現場国家戦略担当大臣に指示を出しています。開国は何としても農業再生とセットだというこのメッセージは、国内向けだけに発せられたものではありません。APEC21 の国と地域ですが、その皆さんとの会談の中で、その気持ちをしっかり伝えました。で、多くの国の皆さんもですね、やはり、農業を守るという、そういう政策をやっとられるんで、そこは皆さんにも理解をされたと、そう思います。こうして終了した今回の APEC、いよいよ加速する平成の開国への動きの中で、農業再生への糸口は例えばどんなところにあるのか。今の農業の体制では、若い人が会社に就職するような形で農業に就業するということが非常に難しいんですね。そこの窓口をまず広げることが重要だと思っています。それといいものであれば多少値段が高くても買う人がいますし、また日本の料理は今世界でも
一種のヘルシーな、料理として大変好まれてますから、そういう付加価値をつけられるようなそういう体制をですね、作っていきたい。で、今までは農業というイメージが一次産業の部分だけを言ってたわけですが、私はこれからは食料と食品、さらに言えばその食品を使ういろいろなサービス業、こういうものを合わせてですね、広い意味での、農業と考えて、今いろんな立場の人に、個人的にも、いろんな考え方やいろんなモデルをですね提案をしています。